皆さんご機嫌いかがでしょうか今日は伊勢物語の第94弾、もみじも花もです。今日はここからです。それではいつものように拡大して読んでいきましょう。まずこれは昔という漢字を崩したものです。次はおいてという漢字を崩したもので、おと読みます。 次はと。これはこです。次はあ。これは利益の利という漢字を崩したもので、利と読みます。次は介護の会という漢字を崩したもので、けと読みます。これは利益の利という漢字を崩したもので、 リと読みますそれではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。「昔男ありけり」「昔男がいた」となります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれはイ「い」。 次は「か」これは繰り返しの記号ですので「か」と読んでください次は「ある」という漢字を崩したものですこれは「け」そして「ん」 それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。いかがありけんどういうわけであったろうかとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。これは「そ。 次は能力の能という漢字を崩したものでのと読みます次は置いてという漢字を崩したものでおと読みます次は登るという漢字を崩したものでとと読みますこれはこ 次は春という漢字を崩したもので、すと読みます。次はま。これは須藤さんのすという漢字を崩したもので、すと読みます。次はな。これは和のように見えますが、右と同じ字で、 上から筆が続いていますから、利益の利という漢字を崩したもので、利と読みます。次は、耳という漢字を崩したもので、にと読みます。次は、介護の介という漢字を崩したもので、けと読みます。次は、利益の利という漢字を崩したもので、 りと読みますそれではこれまで読んできたところを振り返ってみましょうその男すまずなりにけりその男がある女のもとに通わなくなってしまったとなります次はここからです拡大して読んでいきましょう これはのちという漢字を崩したものです。次はに。これはお。これはとです。次はこ。次はあ。そしてり。 これは介護の「介」という漢字を崩したもので「け」と読みます。次は連合の「連」という漢字を崩したもので「れ」と読みます。これは「と」次は「子どもの子」という漢字を崩したものです。これは「あ」です。 次は「る」次は「な」これは可能のかという漢字を崩したもので「か」と読みます次は「な」これは利益の「り」という漢字を崩したもので「り」と読みます 次は介護の介という漢字を崩したもので、けと読みます。これはいという漢字を崩したもので、れと読みます。次は八という漢字を崩したもので、はと読みます。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。後に、 男ありけれど、子ある仲なりければ。女には後に新しく通う男がいたが、前の男とは子供ができた間柄であったので。となります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれはこ。 次は、ン、ま、という漢字を崩したもので、まと読みます。次は、可能の可という漢字を崩したもので、かと読みます。次は、耳という漢字を崩したもので、にと読みます。これは、こ。次は、そ。 次はあ。これはらです。次はネギの根という漢字を崩したもので。根、ね、と読みます。これは登るという漢字を崩したもので。とと読みます。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。 細かにこそあらねど親密な中ではないがとなります次はここからです拡大して読んでいきましょうまずこれはと次はきこれは2音以上を繰り返しますので前の き、と読んでください次はもこれは能力の「能」という漢字を崩したもので「の」と読みます次はいこれは「ひ」次は「超える」という漢字を崩したもので と読みます。これは子です次は勢いという漢字を崩したものでせと読みます次は遣唐使の剣という漢字を崩したものでけと読みますこれは利益の利という漢字を崩したもので利と読みます それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。時々物言い起こせけり時々頼りをよこしてきたとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは女という漢字を崩したものです。次は、 かこれは、多いという漢字を崩したもので、たと読みます。次は、耳という漢字を崩したもので、にと読みます。これは、めぐむという漢字を崩したもので、うえと読みます。次は、か。 これは「く」次は「ひと」次は「な」ですこれは「利益の利」という漢字を崩したもので「利」と読みます次は介護の「介という漢字を崩したもので「け」と読みます これは連合の連という漢字を崩したもので、レと読みます。次は、八という漢字を崩したもので、はと読みます。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。女型に絵描く人なりければ。女は絵を描く人であったので。 となります次はここからです拡大して読んでいきましょうこの部分は可能の「か」という漢字を崩したもので「か」と読みます次は「き」これは「みみ」という漢字を崩したもので「に」と読みます次は「や」 これは木のように見えますが、横線が多いですので、連合の連という漢字を崩したもので、れと読みます。次はり。これは介護の介という漢字を崩したもので、けと読みます。次はる。これはお。 それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。書きにやれりけるを。男はそこへ衣装の絵を描いてくれるように使いをやったのだが。となります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。これは「い」。 次は、ま。これは、乃木坂ののという漢字を崩したもので、のと読みます。次は、おいてという漢字を崩したもので、おと読みます。これは、と。次は、こ。これは、の。 次は、もです。これは、乃木坂の「の」という漢字を崩したもので、「の」と読みます。次は、須藤さんの「す」という漢字を崩したもので、「す」と読みます。これは、と。次は、て。 それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。今の男のものすとて今の男が来ているのだと言ってとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。これは日という漢字を崩したものです。日と読みます。 次はと。これはひ。そしてふ。次はつ。これは可能のかという漢字を崩したものでかと読みます。次はお。これはこ。 次は、せ。次は、さです。これは、利益の利という漢字を崩したもので、利と読みます。次は、介護の会という漢字を崩したもので、けと読みます。次は、利益の利という漢字を崩したもので、利と読みます。 それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。一日二日起こせざりけり。一日二日そのままにして返事をよこさなかった。となります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは「か」。 次はのこれはおいてという漢字を崩したものです。おと読みます。次はのぼるという漢字を崩したものでとと読みます。次はここれは以上のいという漢字を崩したものでいと読みます。 次は「と」これは「つ」次は「ら」これは「く」それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょうかの男、いとつらく 例の男は体操をつらく重いとなります次はここからです拡大して読んでいきましょうまずこれは「を」これは乃木坂の「の」という漢字を崩したもので「の」と読みます次は「か」 これはき。次はこですそして「ゆ」次は「る」これはこですこの部分は「と」これは「超える」という漢字を崩したもので おと読みます。次は「八という漢字を崩したもので「は」と読みます次はいこれは「ま」次は繰り返しの記号ですので「ま」と読んでください次は「て」 これは、多いという漢字を崩したもので、たと読みます。次は、ま。これは、ものという漢字を崩したもので、はと読みます。次は、ね。これは、はちという漢字を崩したもので、はと読みます。 次はこ。これはと次はものという漢字を崩したもので、はと読みますこれは利益の利という漢字を崩したもので、利と読みます次はと これは、おいてという漢字を崩したもので、おと読みます。次は、も。これは、へ。次は、と。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。 おのが聞こゆることをば今までたまわねば断りと思えど。私がお願いすることを今までやってくださらないので、それももっともだとは思いますが、となります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは、な。 次は、お。そして、ひと。次は、お。これは、はちという漢字を崩したもので、はと読みます。次は、う。これは、ら。次は、さんという漢字を崩したもので、 みみと読みます次は生徒の「と」という漢字を崩したもので「つ」と読みますこれは「へ」次は幾何学の「き」という漢字を崩したもので「き」と読みますこれはひらがなの「お」のように見えますが 右の膨らんだところに縦棒がありますので、これはものという漢字を崩したものです。次は耳という漢字を崩したもので、にと読みます。次はな。これはむ。これはあです。 次は、利益の利という漢字を崩したもので、利と読みます。これは、介護の会という漢字を崩したもので、けと読みます。次は、類という漢字を崩したもので、ると読みます。次は、と。これは、 それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。なお人をば恨みつべきものに難ありけるとてやはりあなたを恨んでしまいたくなる気持ちになりましたよと言ってとなります次はここからです拡大して読んでいきましょう。まずこれはロ「ロ 次はうこれはし次はてこれはよです次は見るという漢字を崩したものですみと読みますこれは 次は「や」これは連合の「連という漢字を崩したもので「れ」と読みます次は「里」という漢字を崩したもので「り」と読みますこれは「け」次は「る」それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう ろうじてて読読みややれりりける冷やかして読んでやったとなります次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは時という漢字を崩したものです。次は八という漢字を崩したものではと読みます。 これは安倍さんの「あ」という漢字を崩したもので、「あ」と読みます。次は支えるという漢字を崩したもので、「き」と読みます。次は耳という漢字を崩したもので、「に」と読みます。これはな。次はん。 これは安倍さんの「あ」という漢字を崩したもので「あ」と読みます。次は「り」。これは介護の「介という漢字を崩したもので「け」と読みます。次は「るい」という漢字を崩したもので「のでる」と読みます。 それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。時は、秋に難ありける。季節は、ちょうど秋であった。となります。次は、ここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは、秋という漢字を崩したものです。 次は三隅に農業のこ恋という漢字を崩したもので、のと読みます。次は夜という漢字を崩したものです。次は晩という漢字を崩したもので、はと読みます。これは春。次は日付の日。 という漢字を崩したものです。これは和です。次はすんという漢字を崩したもので、すと読みます。これはる。次は繰り返しの記号ですから、ると読んでください。 次は、も。これは、能力の能という漢字を崩したもので、のと読みます。次は、な。これは、れいという漢字を崩したもので、れと読みます。次は、や。 これは可能の可という漢字を崩したもので可と読みます次は須藤さんのすという漢字を崩したものですと読みますこれは見るという漢字を崩したもので見と読みます次はに これは支えるという漢字を崩したものできと読みます次は利益の利という漢字を崩したもので利と読みますこれはいや。次はち。これはへです 次はまこれはさ次はるこれはらですそしてんそれではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう秋の夜は 春日忘れるものなれや、霞にきりや、知恵、勝る乱。秋の世は心地よく、過ぎ去ったあの春の日を忘れるものなのでしょうか。春の霞に比べれば、秋の霧は千倍も勝って素晴らしいものなのでしょうよ。となります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。 まずこれは、のぼるという漢字を崩したもので、とと読みます。次は、な。これは、舞、ま、うという漢字を崩したもので、むと読みますので、注意してください。次は、よ。これは、め。 次は、利益の利という漢字を崩したもので、利と読みます。次は、介護の介という漢字を崩したもので、けと読みます。次は、る。これは、女という漢字を崩したものです。次は、返すという漢字を崩したものです。 これはそれではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。となんよめりける女しと読んだのだった。女が歌を返しとなります次はここからです。拡大して読んでいきましょう。 まずこれは、ち。次は、繰り返しの記号ですので、ちと読んでください。次は、能力の能という漢字を崩したもので、のと読みます。これは、あ。次は、き。 これは日付の日という漢字を崩したもので日と読みます次はとこれはつですこれはの次は春という漢字を崩したものです 次は、にという漢字を崩したもので、にと読みます。次は、ないという漢字を崩したもので、むと読みます。これは、か。次は、ものという漢字を崩したもので、はと読みます。これは、めです。 次はやこれはも次はみこれはちです次はもこれは花という漢字を崩したものです次はも これは「と」次は「も」これは「耳」という漢字を崩したもので「に」と読みます次は「こ」これは「そ」です「う」との違いは上の点から左下に向けて線があるのが「そ」です これは知次は連合の「連」という漢字を崩したもので「レ」と読みますそれではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう「知事の秋一つの春に向かわめや」「もみじも花も共にこそ知れ」 多くの秋を集めても、一つの春にはかないません。けれども、秋のもみじも、春の花も、同じように散るものなのです。どれが優れていると言って、私から見れば、所詮は儚く去っていくものなのです。となります。今日はここまでです。それでは皆さん、またお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。